この中でひときわ全然設計が違うものがやっぱりさっきハードラバーの方でもあったんですけど、ラプターのモデルが吹いてて面白かったですね。こんな派手な音僕出せるぐらい、まあ、派手な音したので面白いのと、あとはコントロールがすごくやりやすいマウスピースだなという印象があります。あとは多分この今日のラインナップの中で最も大きい音が出せるんじゃないのかなというような印象がありますね。このシャンクの部分がこれは真鍮に、金メッキで、こっちがステンレススチールが使われているんですけど、まあ、明白にその抵抗感だったり音色の、バリエーションみたいなものの、違いが感じられましたね。明るいのはゴールドの方かなという感じはあります。それで、ステンレスの方が、ダークな響きはあります。あとはちょっとそれこそ低音が豊かな感じが吹いてて感じられましたね。こっちの、ゴールドっていうシリーズはですね、まあその WT2 に比べると、まあ、マウスピースのボディが細めなのもあるのと、チェンバーのデザインもかなりその狭くなっているので息がとっても入りやすいんです。で、WT2 の方は響きは、こっちの方が音色が暗いです。まあ、暗くてなんかワイドなっていう感じですかね。で、こっちのゴールドシリーズに関しては明るいということはそんなにないとは思うんですけれども、まあ少し暗めかなみたいな。で、音も太すぎない、ある意味そのスリムでどんな楽器ともブレンドしやすい音で吹けるのかなと思います。エレキギターと一緒にやってもらうだろうし、ビッグバンドで吹いても隣のサックスの人と音色もブレンドしやすいのかななんていう、感触はありましたね。分かりやすく言うとちょっとデイブ・ガーデラに近いような感じって言いますかね。まあ、中の形は全然違うんですけど、でも吹奏感とかちょっと似たものを感じましたね。